はい、ここはフードコートなんですね。ちょっとですね、外に出ますね。はい、今食べてきましたね。まずスープなんですけど、札幌一番味噌ラーメンをですね、なんかベースにした感じがしましたね。でそれに野菜のうまみとですね、あの牡蠣のエキスが入ってですね、それなりの美味しいですね、スープは。はい、で麺はですね、いつも通りです。はい、でですね、あの牡蠣なんですけど、蒸してあんのかな、煮てんのかな。でその後ですね、ちゃんと焼いてありますね。焦げ目がついてます。なのですごく香ばしくてですね、プリプリでしたね。はい、で何ですか、牡蠣独特のあの臭みとかも全くなくて、非常に美味しい。今年の牡蠣は美味しかったですね。はい、非常に良かったと思います。この牡蠣ちゃんぽんおすすめですね。はい、あの味噌味がですね、非常に牡蠣とマッチして美味しいということで、ぜひおすすめです。はい、そんなとこですね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。